ですが、リーグトップスコアラーの姿が見えています。こんにちは。実況は私、西岡明彦です。そして解説はおなじみの福西崇史さんです。こんにちは。注目の一戦です。楽しみですね。今日はベガルタ仙台対ガンバ大阪のカードです。本日のホームチームはどう見ますか？シーズンは後半戦を迎え、ここ10試合ほど好調を続くこのチーム、その勢いは衰えを知りません。素晴らしいパフォーマンスを見せてくれています。今日のホストチームですが、今シーズンホーム戦での勝率はリーグトップを誇ります。はい、現在10勝とホーム戦10ゲームを終え、勝率はリーグトップです。最近の試合からもこの数字を裏付ける強さが伺えますね。ホームチームの先発メンバーはご覧の通りです。攻撃的な 3-4-3 ですね。個々の選手の能力が重要です。こちらがアウェーチームの先発メンバーです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。前半のキックオフです。長澤駿、スルーパスが味方に通る。ポストに当たって決まった。ポストに当たったボールは無情にもゴールへ。今のシュートはいかがでしたか？試合開始からわずか5分、早くもゴールが生まれました。ファンウィジョ、ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。相手がいるところにパスを蹴ってしまいました。カウンターを狙います。上がっていけるか。ここは中央の選手にクロス。キーパーに近すぎました。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。長澤駿、ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。ここで大きく前に出します。中を確認したい。いいクロスが中に入った。このシュートは外れます。これは相手にパスしてしまいました。アデミウソン、これは残念。ボールを手放してしまいました。ディフェンスの間、ここはドリブルに入ります。試合はゴールキックから再開となります。さあ1点リードとなるこのゴール、得点の瞬間をご覧ください。
遠藤康人。スローインになりました。棚ぼたのスローイン、攻守が変わります。石原直樹、これはスローインになります。八須賀浩二、スローインもう一回です。倉田修、絶妙なパス入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。素晴らしいパスからのワンタッチゴールを決めました。トラップしてはチャンスが無駄になるとの判断でしょう。難易度が高いシュートでしたが、よく決めました。藤原弘樹、石原直樹、打ってきた。このシュートは決まりません。はい、先ほどの得点とは違って難しかったですね。長澤駿、チャンスだ。キーパーファインセーブ。これを止めますか。遠藤康人、今野康之、ファンウィジョ、渡辺一馬、ファンウィジョ、うまく読んだインターセプト。前半が終了しました。スコアは2対0。後半のキックオフ、今度はガンバ大阪ボールです。アモン・ロペス、見事な視野です。残念ながらゴールにはつながりません。いい形でゴール前まで持ってきました。ひとまず前に出しました。タッチラインを割りスローインです。選手の交代があるようです。攻撃を組み立てられません。スポーツ系のウェブサイトでニュース差になっていましたが、やっと確定したようですね。はい、このスペースに見事なスルーパス、ハモン・ロペス、止めました。素晴らしい判断と反応でした。見事ですよ。ボールが中盤でカットされました。ここはタックルでうまく対処しました。スローインです。この交代で流れを引き寄せることができるでしょうか。ここは縦をつくでしょうか。うまいパス、見事な弧を描きましたね。完璧です。今日2つ目のゴールを決めました。止まりません。別の角度からご覧ください。かなり一方的な試合展開です。今野康之、長澤駿、ここはボールを戻します。クロスは簡単に、いいボールが出ました。まだボールは生きています。中央にクロスが上がった。このボールは相手にクリアされました。キーパーの届く位置でした。
ファンウィジョン、遠藤康人。遠藤の存在感は変わりませんね。パスの精度とポジショニングが絶妙です。この年でも第一線でやれるのは素晴らしいですね。さあ来た、見事に止めました。スーパーセーブです。コーナーキックです。選手がピッチに入ります。これはあるか。このコーナーキックはキーパーが弾き返す。激しく当たりに行きます。ここ素晴らしいボールです。サイドへパスを出します。前に出しましたが気を抜けません。振り抜いた、東口がセーブ。ボールを取った。どこへ出すのでしょうか。一人選手がピッチに倒れています。肉離れでしょうか。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。いいパスだ、狙ってきた。キャッチできません。ボールがこぼれた。ここでスローイン。ここは今度がうまく読んだ。もったいない形でボールを渡してしまいました。チャンスになります。入るか。打ってきましたが大きく外れてしまっています。遠藤康人、これはファールでしょう。フリーキックです。ハモン・ロペス、ハチスカ・コージ。ここはサイドに持ち出すでしょうか。ゴール前でノーマーク。オフサイドです。決定的でした。ここで試合終了を告げる笛が鳴りました。ベガルタ仙台の勝利です。福西さん、今日は完全なワンサイドゲームでしたね。そうですね、相手が相手ですし、もうしょうがないですね。ホストチームの快勝です。このゲームでもホームでの強さを存分に見せつけました。守備に連携、攻撃、加えてこの応援、全てが完璧でした。ホームでは無敵ですね。